ックスクワットで西野さんをしばきたい。なんやそれ、きついって。なんすかその入り。しびちょね、しばきたい。ハックスクワットで西野さんをしばきたい。しばきたい。怖いわ。拷問部屋と呼ばれてました。いやもうね、ここは有名な。そうなんですよ。いや見てましたよ、岡田さん。ハックスクワット、ハックスクワットといえばみたいなの聞いてるじゃないですか、はい、そうなんですよ。まあ、なのでちょっと今回は3週間前の最後の追い込み、まあでもだいぶ仕上がってますけど、いやいや僕らでも初心者も初心者で仕上がってますけど、その仕上がりに不安があるような選手が最後は足トレで駆け込んでいくんですよ。駆け込み寺みたいな感じで、あのちょっと芝居てくださいみたいな感じで、お願いしますって、うん、来ます来ます。はあ、はい、空気がもうやっぱり拷問部屋の空気が重いっすよね、うん、もうなんか、はい、壁の色とか何から嫌ですよね。地下だし、あんな玄関いい匂いしたら、そう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 、あんないい匂いしてワンちゃん持って、そうそうそう、別異空間すぎて、あの何すか今一応この一軒家を全部準備する予定なんですけど、怖いって。ここはやっぱり足とか地下なんで、ちょっと拷問部屋っぽい感じの嫌な、もう早く出たいみたいな感じの空間にわざとして、あ、なるほど、でその地下の、そうです。で、一番上はちょっと明るめの準備しようかなみたいな、そういうなんかイメージちゃんとあるんですか。あります。そういうなんか天国地獄ありますあります、はい、でここはもう足だから、なるほど、もう周りも黒いし、なるほど、でもこんないかついのあるしっていう、いやコンセプトちゃんとあるんか。あります。なんでもう拷問部屋ということで、ハックスクワットは初ですか。人生で初。あ、本当ですか。あの、もちろん足トレは、うん、最近はちょっとフィジークの大会に向けて上半身多めになっちゃってるんですけど、はい、初期の方は結構やってて、うん、やっぱみんな言うように、はい、足トレきついし、はい、嫌いというかしんどいですね。そうなんです。だから体調によっては今でも吐きますし。うーわ、吐きます。ちょっと待って、体調によってはですね。大丈夫ですか。僕一応大会を3週間後に控えてるんですけど。あ、大丈夫だと思う。ほんま、明日もトレーニングあるんですけど、はい、明日どこトレですか。明日はまあまあ上半身、まあ胸かな。いやそしたら胸って本当楽しいんだなと思いますよ。あの今日のこれを体験したら、はいはい、画面越しでも絶対下ないわって思ってたが、まさか自分の番回ってくると思ってなかったんで今日はそんなすごい重さとかつけたりしない、さすがに。ああ、さすがに怪我はしたくない、怪我はさせられなくて。うわ、はい、え、準備運動とか。あ、でも準備運動はこれでもいきますから。あ、ほんますか。はい、何もついてなければ軽いんで。わかりました。お願いします。お願いします。ちょっと待って、怖っ。初、ちょっと待ってください、めっちゃ怖いじゃないですかこれ。怖いですよね。なんか初めて小学生の、ね、ジェットコースター乗った時の気分、ま、怖いっす。ほんまにこっからどうなんのみたいな、なんかもう収まっちゃって、ね、周りも見えないし、はい、周りが見えない。で、これ持ち手も見えないし、怖いんですよ。怖いわ。膝伸ばしてもらって、これでレバーを引きます。怖い怖い怖い。足をちょっと、まあ、息吸ってもらって、腰浮かないように、そう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 、そう。で、まあ、伸ばしきるよりかはちょっと余裕持たせてあげて、足幅はこれでいいですか。ちょっと狭いかもしれないですね。もうちょっとだけ、はい、おー、いいですね。で、このレバーをで、ひざ元と、はぁ、すげえな、これえぐいな。ここに入った時の恐怖感ありますよね。で、これまだアップなんで、え、これを、はい、これゼロじゃないですか、ね、はい、これ何キロやるんですか。これここに、まあ今日西野さんにはつけないですけど、うん、このやべえ器具が、器具というかゴムバンドなんですけど、これをつけるとめちゃくちゃきついんですよ。恐ろしく強度が上がるんですけど、はい、させるちょっと初めてなんで、フィジークの大会前に潰れた頃なんで、まあ、今日これはつけないんですけど、はい、これをつけなければ20キロプレート5枚ぐらいは全然5枚、はい、いやでももう今のアップだけでちょっとこの全体来るというか、もうこれ前もやし、でこれ実はちょっと改造してるんですよ。あ、なるほど。この板を置いたりとか、はいはいはい、これがあるところによって、はい、もうほんと深く沈んじゃう、うん、本来これないとここにストッパーがあって当たっちゃうんですけど、あー、はい、はい、分かるんですよ。ちょっとわかんないんで、ちょっとずつ重りを、でも来た
からには。そうですね、ちょっと追い込んでください。じゃあちょっと軽く最初は、はいはい、これは今重重なんでそんな重くないはずです。 OK です。はい、まだこれはアップぐらいの感じ。 OK です。そうです、足もちょっと上にしてもらって、もう気持ちいい。あ、そう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 、あ、軽いですね。さっきよりちょい重いぐらいですか。ちょっと重い、ちょっと重いぐらい。8セットも結構やりますね。はい、結構もう仕事の合間とかに行ってるんで、短時間でこう追い込む。で、最後のセットはドロップとか、っていう感じですね。いいっすね。ドロップセット知ってるっすね。ドロップセット知ってます。きついっすね。めっちゃきつい、ドロップセット。どんどん重量が、はい、でも回数をもうずっとやるっていう。これもドロップいきます。なんでだろドロップセットこれで、ね、これで地獄じゃないですか。なんでこれのドロップセットやっとけば胸のドロップセットが楽しいっす。いやいや、その先からその理論なんなの。いや、もう本当にこれが一番きつい。やっぱりは絶対これでもまだ軽いと思います。はい、20キロプレート1枚なんで、さっきはちょい、いや、ちょっと重なってるな。まだ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 ないです。で、息吸って、はい、気持ち足上にします。はい、ゆっくり下ろします。はい、お、強い強い。でもやっぱりしっかりこうなんていうの、蓄積じゃないけど、はい、あ、ちょっとずつこう抜っ切ってます。あ、そうなってきますね。あ、いいっすね。いやー、これがなので、今10キロプレート3枚分です。なるほどなるほど。よし、あ、持ったなってきてんじゃん。で、その腰浮かないようにできる。あ、 OK です。はい、おお、気持ちいい。重りをこう、そうそうそう、コントロールしながら、そうできるよりかはじわーっと効かせながら、そう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 。なるほどな。少し深くいてますね。おお、よしよしよし、あと2回いきますか。いい感じだ。いい感じ。 OK、 はい、よっしゃ。結構っすよ。結構きましたね。結構きてる。これ何回ぐらいですか。いや、マジで8から10ぐらいでもううわーってなりそうでした。いや、もうちょいいけそうでしたね。マジっすか。20キロプレート2枚だと思うんですね。どうだろう。これをこんな感じです。つぶれてる気分が。僕は怖い。これやっとけば僕はですね、上半身に膨らむと思ったんですよ。すごい、どういうことですか。いや、でも僕はやっぱりハックスカットやれば上半身膨らみます。いや、でもやっぱりこのやって分かるんですけど、生命に関わるトレーニングしてる感じが。そういうことです。めっちゃしますね。そういうことです。いや、ちょっとね、もう多分足筋肉痛確定の足の張りなんですよ、はい、いいっすね。もう最高じゃないですか。そろそろ覚悟を決めていただいて。そうですね、多分次ぐらいからこれで僕補助入りまして、1セット一旦1セットとは言ってもドロップなんでちょっと続っちゃうんですけど。出た、ドロップか、うん、いや、やりきりましょう。せっかくこういう場をね、せっかくなんで、うん、この部屋なかなか入れないですから、せっかくなんで。よし、大丈夫ですか。オッケーです。僕もしっかり補助するんで腰だけ浮かないように気をつけて。はい、はい、息吸って、そう、うん、よし、もう気持ち深く、もうちょいいける。そっか、いい、吸って、
だ。いいギャー。はい。そうそうそう。そう。ギャー。いける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 。さあ強い。ギャー。まだいける。ギャー。はい、せーの。はい、開けて。いい感じ。ギャー。ちょっとレスポーズ、呼吸整えて。Okay、よし、まだいきます。まだまだ補助してないんで。さあ、さあ、いけるいけるいける。こっから、こっからは筋トレ。あ、いいね。よし、ちょっと足の位置に戻しますか。はい。さあ、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 いきますよ。呼吸が。そう、呼吸が、呼吸が。でも、酸素があるから大丈夫。酸素があるから大丈夫。いきます、せよ。そう。よし。強い。強い。痙攣して、うん、ピクピクしてるピクピクしてる。うわ、待って、あ、これ帰れる、だいぶ1セットなるほど、はい、うわうわでもいいっすね、もうパンパン、わすごい、血管も、血管が、うわすごい、なにこれ、いやでも1セットで筋肉つかんでラッキーっすね、いやもうラッキーっすよ。
今日だからラッキーなの上半身もやって、はい、今日来たんですね。上半身やって今日肩やってきました。肩やって足もやって完璧じゃないですか。いや走馬灯をやっぱよぎるってこれよぎりますよ。やっぱありますね。ありますあります。筋トレで。そうです。だからこれをやる前日とかは本当に緊張しますし、入る瞬間とかもうやっぱ覚悟決めないと入れなかったりするんですよ。これはすごい経験してもらいました。いやもうあのぜひ家に、いや置くかびっくり、家の階段上がられへんもん。マンションですか。いや、一軒家の賃貸ですけど。あ、一軒家の賃貸ですか。はい。あ、いやいやいや、せんて。いや、ほんまありがとうございました。はい、ありがとうございます。すごい経験させてもらった。ありがとうございます。ね、3週間後なんで。はい。ポージングの時とか思い出します。あ、思い出してもらって。あのハックを、はい。これよりきついトレーニングって多分そうそうないんで。ないっすね。ないっす、ないっす。これは。ないです。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。